浜名湖のピットです。この時間はドリーム戦第12レースから3選手の情報をお伝えします。まずは1号艇池田明美選手です。前走レースは3コースからまくりでの1着、白星発進としました池田選手ですが、船足についてはいまいちですと話していました。1マークターンでの押しがなく、2番手を追走する選手が離れていかなかったと振り返っていました。ただ行き足に関しては素敵ですと手応えを口にしていました池田選手。スタートがしやすいとのことです。前半レースのスタートタイミングはコンマ22、勘通りだそうなんですが遅いですねと語っています。次に3号艇平山千佳選手です。前回の優質モーターを手にしての戦いとなる今節、前走レースは5コースから3着としています平山選手。レース後の話では伸びがないとのことです。その伸びがもう少し欲しいとこの後半12レースまで忙しく作業を行っていました。一方で乗り心地に関しては自分の中ではそこそこ悪くないと語る平山選手。スタートについては全然届かない、難しいと不安を口にしています。最後は5号艇魚谷香織選手です。現在3場所連続優出中の魚谷選手、前走地地元下関ではオール3連帯での優勝を挙げています。前半5レースは4コースからまくりでの1着、このレース後の話では伸びで置いていかれるし、一方のターン周りでの押しもなく、船足は全体に弱いですと厳しい評価となっていました。このレースに向けては本体整備、ピストン1個とリング2本の交換を行っての登場です。整備がいい方向に向くと信じて臨みますと話していました。またスタートについては前半レースはコンマ26、このタイミングよりコンマ10くらいは前にいると思っていたとのこと、勘とズレがありますねと語る魚谷選手。連勝ゴールを目指しての一戦となりそうです。以上、この時間はドリーム戦第12レースのピットリポートをお送りしました。第12レースの整備情報です。1号艇池田明美選手、試運転プロペラ調整。2号艇の鎌倉選手、プロペラ交換。3号艇の平山選手、レース後ギアケースの調整。4号艇の長島選手、プロペラ調整。5号艇の魚谷選手、レース後本体整備、ピストン1個とリング2本の交換。6号艇の永井選手、試運転プロペラ調整。第12レースの整備情報でした。